ペイチメチェクフトバルツルブは、ハンガリーのバラニア県、ペイチをホームタウンとする、サッカークラブである。1950年8月22日に、ペイチドージャとして創設された。クラブカラーは、紫と白。1973年2月16日、ペイチドージャ、ペイチエールツバーニャース、ペイチバーニャースなどのペイチの5つのクラブが合併して、ペイチムンカーシュシュポルトツルブが誕生した。 PMSC のクラブカラーには、エールズバーニャースの赤と黒が選ばれた。1978年と1987年に、マジャルクパで準優勝。1990年に、決勝で、ブダペスト本米ドに2から0で勝利して初優勝した。PMSC には、サッカー、卓球、陸上競技、レスリング、柔道、カヤックイコールカヌー、自転車、ハンドボール、 バスケットボール、乗馬、モータースポーツ、近代五種競技、チェス、重量を上げ、ボーリング、ハイキング、体操、水泳、フェンシング、水球の全20部門が存在したが、主に財政的制約のために、サッカー部門以外は独立していった。1995年末、1995から96シーズン開幕前に、ペイチメチェクフトバルツルブに変更された。 2007年夏にマティ・デジューが PMFC の過半数、所有者となったが、2015年夏にマティ・デジューと、ペイチ氏は、PMFC が再び死のクラブとなることで合意した。PMFC は2014から15シーズンのネムゼティ、バイノクシャーぐらいで11位になったが、2015から16シーズンの NBI のライセンスを取得できなかった。PMFC と同じく、 NBI に所属していた j l へと、ケチケメと、ニエレジハーザーの3チームも降格圏外であったが、ライセンスを取得できなかった。最終的に、PMFC は2015から16シーズンは、NBI から3段階降格した、バラニア圏一部リーグに所属、リーグ優勝して、ネムゼティバイノクシャーム3に昇格した。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。